いるコンドルパーサー入場です。世界最強の走りをお見せしましょう。注目の一番人気18番エルコンドルパーサー、パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。新緑の府中で新生マイル王の座を手にしてほしいですね。世代最速を自負する馬娘が府中に集う NHK マイルカップ。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はミホノブルボン、2番人気を紹介しましょう。ウォッカ、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気エルコンドルパサー。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはミホノブルボン、アグネスタキオン、13番。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、ミホノブルボン会場に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は西のフラワー、外から行く10番、差がなく4番、5番手、アグネスタキオン1馬身離れて13番、そのうち並んで8番、その後ろに5番、そして外目を突き出してはエルコンドルパサー、内からウォッカ、すぐに続いて17番、内を回ってオグリキャップ、そしてその外から行ったのは9番、それを見るように3番、少し離れて15番、すぐに続いて14番、大ケヤキを越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。エルの本気ご覧あれ。おお、コンドルチョン、エルクロス、ウチモーギ、コンドルモーギキャー。この直線で勝負が決まるぞ。エルコンドルパサー、外で足を止めています。エルコンドルパサー、まだ抑えたままだ。エルコンドルパサー、前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。10番2番手につき様子を見守る。最終コーナー、最初に立ち上がったのはミホノブルボン、400を切りました。外から飛んできたのはエルコンドルパサー、エルコンドルパサー、先端を目指して加速する。まくって上がってくるエルコンドルパサー、エルコンドルパサー、強烈な追い上げ、100を通過、ピントン、エルコンドルパサー。しかしその差はわずか。エルコンドルパサー、リードは2馬身、やりました。エルコンドルパサー見事な走りで勝利を手中に収めました。やりました、エルコンドルパサー。ここ府中の芝で見事マイル王に輝いた。2着は西の府。